久しぶりにストーリー進めちゃいますよ。完全に寝起きですけど、ストーリーを進めちゃいますよ。まあ、ストーリーのおさらいを進めるの久しぶりなんでね、自分の中で勝手にすると、モノが帝国になんか出頭したと。帝国がなぜかモノを捕まえようとしてて、で、火花がそれを助けに行こうとするんだけども、正面から行っても無理なので、帝国落書き大会の決勝が城で行われるので、それに紛れてモノを助けに行こうという、そういうことになったんですよね。 OK、 ちゃんとおさらいできた。おっす。うるさい、いよいよ決勝戦か。まあ、せいぜい頑張れよ。なんでこんな馴れ馴れしいの。こいつとは別に仲良くなった気しないんだけど。火花が心配？おめえじゃわかんないかもしれないが。火花もきっと俺様を心配。頭が悪いのかな。てか、お前は行かないの？助けに。なんかあんなノリノリで火花煽ってたのに。決勝がどこで行われるか知ってるよな、ってドヤ顔ぶっこえてたのに。雑魚のくせに。あれ、太郎もいんじゃん。太郎も決勝出んの。あ、火花もいる。とうとう決勝戦に出れるんだね。え、前も出んの？何あんた浮かれてんのよ。いい？二人とも、太郎ごときでも出このれるの？城のどこかに、モノが捕まっているはずでしょ。手分けして探すの。分かってるよ。でも、どこにモノがいるのか分かるの？わかんないです。うーん、ん？え？心臓じゃん、俺の心臓ではないけど。え？なんであんなゲームの最初に丸書いてくださいって適当に書かされたやつが、こんなストーリーの終盤でキーになってくんの？なんでこいつモノの居場所知ってんの？モノの一部だったとか、そういう。道が3つあるわ。モノの心臓？とりあえず3人分かれて探すわよ。え、てか、こんなに私は右、セキュリティガバガバなの？あんたは真ん中、太郎は左の階段ね。分かった。うわぁ、セキュリティ緩い。捕まったら普通に死刑とかになりそうなのにノリが軽い。大丈夫？もう手分けするやつあれじゃん。すげえ少年漫画っぽいじゃん。それぞれが別の場所で強敵と戦うやつじゃん。ワンピースとかでよくある。一人の戦いに1ヶ月ぐらいかけて合計3ヶ月かかるやつじゃん。こんな熱い展開やっちゃうの？え、絶対罠とか。え？何この相手のシルエット。 ここで戦闘？唐突やで。え、忍び、ドラゴン、ドラゴンに、太郎。まあ、このために、落書き会を作ったぐらいだからな。頑張ろう。誰だ、私の名前は、モノ。え、嘘つけよ。落書きの王、モノ。俺が探してんのと違うぞ。あ、強そう。大丈夫かな？こんなやつと戦うの？聞いてないっすよ。てか、決勝出ないの？決勝戦にはとりあえず出んのかと思ったけど。いや、ヒットポイント超高えじゃん。てか、魔法超強え。麻痺5って何？ 5 とかあんの？ 4 までって大百科に書いてなかった？え、魔法食らいたくねえけど、でもタイプは攻撃タイプなんだよね。攻撃も食らいたくねえ。どうしよう。でも魔法食らっていきなり麻痺とかやられるのが一番まずい気がすんな。バリア。あ、それだったらこっちも魔法打つか。攻撃も抑えられるし、魔法が来たとしても相打ち。まあ、バリアだったらごめんなさいで。バリア暴走。ああ、もうなんでそんなドンピシャで、俺初手で負けることばっかじゃない？負けてるパターンが印象に残ってるからそう感じんのかな。これチャージしても一発で殺されるとかはないよね。チャージして魔法が来て、バリア封印とか、魔法の後だからバリア使いたいのに。
となると攻撃かな。攻撃と攻撃で相打ちになるのかこれ。あ、やった、勝ったぜ。よし、魔法タイプだ。攻撃弱いな。相手がバリア使った後だから魔法を打ちたいんだな。もう一回バリア暴走行こう。あ、やばい、あっちが先、麻痺食らっちゃう。5とか絶対麻痺になんじゃんよ。てかその前にヒットポイント削られ、それはないか。よかった、頼む。あれ、あ、バリア暴走なってる。あ、あれ、バリア暴走さっきもうなったんだっけ。バリア暴走ってことは、バリア暴走ってたまに勝手にコマンド無視してバリアを出しちゃうんだよね、相手が。攻撃で合わせれば、麻痺！チャンスなのに、ふざけんじゃねえよ。あ、これやべえぞ。今攻撃出してきたんだよな。魔法かバリアが次来るから。でもバリア暴走中だしな。相手がバリアになると信じて、太郎の攻撃を当てたいな。よし。来いや！暴走している。バリア、よっしゃ！狙い通り。太郎の重たい一撃、カモン！よし。かなり削った。溶けちゃったか。でもバリアの後だから、魔法が入る。麻痺させてーなー。やべえ、太郎大活躍。うんこが乗っかってる方の太郎と違って、本物のうんこの太郎は強いな。自分でも何言ってるかわかんねえわ。今攻撃に対して魔法を当てた。攻撃の後、あれ？やばい、頭が回らない。寝起きだからっていう言い訳しよう。こっちが魔法、あれ？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 あ、頭悪いってまた書かれるやつ。あれ？今あいつ攻撃撃ったんだよね。ってことは攻撃はされないから、バリアが安全。よし、頭いい。あ、そっか、チャージもあるか。チャージしてこねえなとは思ったけど。ってことはあいつは次は選択肢がいっぱいあるわけだよね。で、俺はバリアを封じられてるから、おそらく魔法を打ってくる。魔法で重ねるか？チャージしてもいいか。ヒットポイントマックスだから回復しなくてもったいないけど。一発ぐらい耐えられるだろうし。今魔法打ってきたから攻撃入るじゃん。次。チャージ後の。バリア封印なんて当たっても、攻撃一発入れば全然もうチャラよ。あともう一人忍びだっているんだし。よっしゃー！かっこいい！で、バリアの技だから魔法が入る。あー、素早さではさすがに負けるなー。もうこれ忍びの出る幕もなく、勝てるんじゃねえか。太郎の魔法でも48ぐらい削れるでしょうよ。よっしゃ！勝利！二人で勝利。まだ余力を残して。強くなったな、俺は。俺たちは。私は、ラクガキの王として作られた。はあ。ラクガキの王は、世界の色を操る力を持つ。はあ、あなた操れるんですか？大会は、毎年開かれた。あれ、何この自分語りモード。帝国落書き大会は開かれた。2回言いましたね。優勝者は王を作るために利用された。はあはあはあ。帝国のために。ああ、優勝者がさらわれてなんか落書き作らされたってこと。落書きの王を作る。なんで2回言うんですか、いちいち。利用された。本当の王は私ではない。自分語り長い。私は王にはなれなかった落書き。ああ、消えちゃった。その役目も終わる。そうか。
え、唐突。どうすりゃいいんだよ。え、これこっちから来たんだよね、階段。他のみんなが気になるから見に行こうとかできないの？一回帰ってセーブとか。あ、降りれた。後戻りできないタイプかと思ったら普通に降りれた。え、これで他のみんなも敵倒しててみたいな、やっぱりワンピース的な展開。帰るか。俺だけ帰る。あ、でも どっから来たの、そもそもこれ。え、俺今あそこ行ったんだよな、緑。入れんのかな。おっす。あ、入れないやつだ。え、他の扉は。もう敵倒したからお家帰って一旦セーブしてから進みたいんだけど。それゆ、おーい、びっくりしました、私。え、これどこだよ。あれ、これ帰る方じゃん。え、え、あ、帰ってきちゃいました。あの二人が頑張ってるのに、私帰ってきちゃいました。あ、殿下だ。おい、お前も来いよ。まだ母じゃねえよ、腹立つな。あー、これ、あの、大会のことね。え、これ戻ってセーブできちゃうやつ？イエーイ、戻ろうぜ。カット。私は戻ってきた。で、さっきあの黄色の扉には入れなかったことからして、太郎たちの様子を見に行くとかそういうのはできないんだね。だから、まあ、普通にさっき入った緑の扉を進んでいくしかないみたいだ。うん。多分あれだけじゃないでしょう。さっきのまだ戦うでしょう。え、どこだ、どこだっけ。あれ、閉じ込められちゃいました。これか。よしよしよし。多分まだ戦闘があると推測できるので。気を引き締めて行きましょう。ガオガオガオ、全然引き締まらない。かわいい。で、ここがさっきのなんか剣持った大きいやつやっつけたところで、あれれれ、似たような、あ、でもシルエットが違う。あ、よかった。また同じやつと戦うのかと思った。なんか同じような感じで戦闘に入ったから、なんか獣っぽいシルエットになったね、今度は。行くぜ。これを何戦かクリアしてって、なんかラスボスみたいな。誰だ、私の名前はモノ。音声ぐらい変えてくれよ。私の王モノ。同じの、同じ声聞いたわ。同じセリフだ。どうしよう。まあ、いつも通り行くか。たまにはやり方変えろよって言われそうだけど、実況動画的に。ああ、今度タイプ変わるのか。バリアタイプの上に眠りとかあるよ。眠り4嫌だな。どうしよう。ただ魔法タイプだと魔返しで魔法の効果まで跳ね返されるから、それが一番怖いよね。不用意に魔法は打てないので、攻撃から入りましょう。よし、ヒット。よっしゃ、魔返しの後だから悠々と魔法が打てるぜ。どれにしようかな。バリア暴走がこいつの持ってる魔法だと、てか魔法いまいちだな、魔法タイプなのに。ドラゴンはもうちょっといい魔法出るまで作ったりしてもよかったかもしんねえな。まあいいや、バリア暴走かな、こんな方だったら。おーっと、来ちゃいました。やめてください。あ、やった、回避。完全にスヤスヤの流れだと思ったわ。あー、こっちも効かなかったか。魔法魔法でぶつかった後、まあ攻撃だよね、普通に考えて。殴り合い。まあ、こっちは3匹だし、こんだけ削れればもう上出来でしょう、すでに。
もうちょっと削ってくれるとこの先が楽になるな。もう殴り合い行くか。バリアでしょ次。完全な殴り合い。あ、でもあいつバリアタイプだからな、一気にやられちゃうか。生き残った、よし、まだ削れる。オッケー、素早さがあっちが上かな。素早さでは今度はまた魔法対魔法になると思うけど、早いなー、先手取れればなー。今魔法を打ってきたんだよな。魔法でとどめさせてきたから攻撃が当たる。また太郎大活躍か。これ忍びの出番またないんじゃねえの。太郎の攻撃ヒットしたら結構削れるぜ。よし、で魔法が当たる。麻痺してくれればもうけもんだね。でも状態異常系こないだの剣のやつには全然効かなかったもんな。こいつに、あっしゃ効いた。あ、効かなかったって言ったけど前回バリア暴走当てたんだっけ。まあいいや、そんな話は。麻痺してる。で、攻撃が当たればいいな。攻撃やってたいな。あれ魔法できたか。麻痺しろよ。欲が出た。失敗した。魔法が使えない。もう今バリアしか使えねえじゃん。一回チャージ挟みせえな、それは。さすがに。で、一発耐えて、今攻撃してきたのか。バリアが当たる。うわ、あ、やった、よーし、魔法の後だから攻撃ヒットする。仕留めろ。あー、もうちょっとだったな。おい、また忍びの出番ないぜこれ。ちょろいもんだよ。攻撃来たから魔法封印も解けたし、バリアだな。これ多分バリア対バリアになる。耐えられるかな。あれ、チャージか。え、削れちゃうんじゃねえのこれ。ほら、やった、また二人で勝った。すまんな忍び先輩。まあでも忍び先輩は眠り4という強力な技を持っているので切り札的に使いたいところはある。聞いたよ、それ。落書きの王は世界の色を操る力。これまた最後まで聞くの。無駄に使った。あ、ちょっと変わった。帝国は色の力を無駄に使った。うん、心がないのに色の力だけ無駄に使った。帝国の人は誰も書けない。心がないから落書きを書けない。色の力は落書きが作る。でも落書きを書けない。だから人を支配し、うん、落書きを書ける人間を操ったんだな。共に生きる人を支配した、うんうん、本当の王は私ではない。私は王にはなれなかった。聞いたよそれも。その役目も終わる。お疲れ、お疲れーしょーん。もう一匹ぐらいいると見たな、同じような感じの。二匹だとなんかキリが悪いというか、なんというか。あー、でもセーブしに戻った方が良かったかな。これで次でめちゃくちゃ強くなって負けちゃったらさ、ちょっと損した気になんじゃん。だってほらまた来るよ。そりゃそうだよね。同じ布陣で行くぜ。あ、戻ればよかった、1回目みたいに。誰だ、私の名前は
聞いたよ。音声ぐらいちょっと変えてくれよ。こいつは魔法タイプだな。攻撃バリアときて。魔法タイプか。バリアタイプの忍先輩出すか。今度は先陣切って。でもうまくいってるオーダーを変えることもないかな。いやー、どうしようかな。頼む先輩。これ負けたら先輩のせいだよ。よし、やっぱり魔法タイプか。うわ、気絶4食らいたくねー。とりあえず魔返し置くか。はい、読まれた。ムカつく。どうしよう。攻撃の後、俺が魔返し打ったから相手は魔法を打ってくんのがセオリー的には普通だよね。あえてバリア打ってこないよね。こっちも魔法で応戦していいかな。行くぜ。おし、忍び先輩の素早さでも勝てないの。うわ、大ダメージ、死んじゃう。ちょ、眠らせて。眠らせればまだまだやれるから。すげえ硬くね。効かないし。あ、やべえ、どう考えても終わったやつ。チャージすれば一発耐えるか。耐える。お、結構回復した。よし、耐えた。攻撃の後だから得意の魔返しが当たるぜ。わ、しかもまんまと魔法打ってきた、バーカ。えい、チャージ後だから大ダメージだし、呪いもかけたった。魔法打ってきたから攻撃か。攻撃対攻撃で相打ちで終わりになっちゃいそう。素早さ勝てねえかな。あ、先輩の時代だぜ。やばい、乗ってる乗ってる、今乗ってる。攻撃当たったから、今バリア打ってきたんだよな相手。魔法がいけんのかね。うわー、 PP の最大値低いんだな、魔法タイプじゃないから。眠り4強いけど1回しか使えねえのか。まあ、こんだけ削れればもう十分で。お、素早さで勝った。なんだよ、最初はどうなるかと思ったけど大活躍じゃねえか、忍び先輩。一人で半分削ってくれりゃ十分でしょ。で、しかも今魔法でとどめをまんまと刺してくれたから、得意技を使ってくれちゃったから、もう太郎の攻撃入るじゃん。また太郎劇場だよ。行け。よーし。右手にバカでかいトンファー持ってんのに左手にちっちゃい棒持ってんのがすごい面白い。今の攻撃、左手のちっちゃい棒で殴ったからね、トンファーじゃなくて。面白すぎるでしょ。やばい、ちょっと喋ってる場合じゃないぞ、喋ってる場合じゃないぞって実況全否定だけど、今バリア打ってきて攻撃を当てたから、魔法が入るな。麻痺してくれよ。タンコってなんだ。あ、潰れてしまったってなんだよ。うんこ踏まれちゃったよ。な、攻撃力とか下がんのかな。うわぁ、状態上なかなか効かんな。4とか3当ててんのに。今魔法対魔法だったんだな。まあ攻撃いくでしょう。一発ぐらい耐えてくれるはずだから、得意の攻撃がとりあえず最低一発入る。下手したらこれでとどめだろう。あー、ぺったんこのせいか、攻撃力低く感じんの。参ったな。今攻撃対攻撃だったんだよな。バリアか。耐えた。やった、すげえ。ここまでずっと2匹で勝ててんじゃん、3匹いんのに。楽勝っすよ。ぐるるるるぐるるるぐるるる。獣かな。私は楽楽器の王と聞いたよ。聞きました、それ。楽楽器の王は世界の色を操る力を持つ。そうですか。
この城は、え、色を奪う機械、え、帝国に色の力を送るための巨大な機械、そして作るための器、落書きの王を作るための器、そして王になれなかった私を閉じ込める巨大な棺。本当の王は逃げた。人と共に逃げた。本当の王は私ではない。それは聞いた。分かってる、大体。私は王にはなれなかった落書き。どういうことなんだ、話の全貌が見えてこない。お疲れ、お疲れでしょ。あれ、これどうなのよ、まだ先あんの。さすがに二人も倒したからな。ここでちょっと次負けたらショックだから、また戻るよ、セーブする。私帰る。結構でも三回も倒したら次あたりでもっと展開あるよね、多分。黒幕みたいな存在が現れてもいいのではないでしょうか。というわけで一旦帰ってセーブします。